5.3節、一概述語論理の意味論についてお話をします。命題論理においては、各論理式を真偽値の集合 DT に写像して考えたわけですけれども、その際の写像というのは、命題記号に DT 上の真偽値を対応づける i というパラメーターが存在していて、そして論理式全体からの DT への写像というのは、この i が決まれば1位に決まるというような事情があったわけです。さらに N 項の心理関数というものは、それぞれ DT の要素の N 項組から DT の要素への写像というように考えて、N 項心理関数が何を指しているかというものを定義するといったことを行ってきました。一回述語論理ではこれに対して、命題論理には現れなかった名前変更、演算子、それから述語、量化といった概念があるわけですから、そのための解釈の機構というのもより複雑にならざるを得ないわけです。10からなる集合 DT に関しては、一回述語論理でもそのまま用います。しかし、一回述語論理では命題記号というものはもうないわけですし、それが名前変更、演算子といったものに分解されるわけですから、このパラメータ i というものも、より複雑なものを使わざるを得ません。この上のセッティングは命題論理のセッティングですけれども、一回述語論理では、この解釈のパラメータ i というものが、さらなる内部構造を持つことになります。この M というのは構造と呼ばれます。英語ではストラクチャーと言います。それから、この G は割り当て、英語でアサインメントと言います。これらが何であるか、順に解説していきたいと思います。5.3.1、構造についてお話をします。構造 M というのは、さらに DM と呼ばれる集合と FM というある種の写像にさらに分解されます。そのまま5.3.2に進みたいと思いますけれども、この構造 M における領域 DM というのは、存在物の集合であるとされています。これはなかなか突き詰めると重たいテーマであるように思いますけれども、少なくとも形式的には、論理式がどのような対象についての命題を述べているか、それは明示的に領域を与えて指定してあげる必要があるわけです。そのような集合を DM として仮定します。例えばですけれども、領域が自然数の集合 N や実数の集合 R の場合には、これは数学のある分野に関する命題を述べていることになりますし、もし領域がこの世界の存在物全てからなる集合であるというように述べる場合には、もう少し哲学的な文脈で話をしていることになるということになります。したがって、この領域を指定することによって、今我々が扱っている論理が何について述べているかということを指定することになります。一つ重要な注意点があります。一回述語論理では一般に、この DM は空集合ではないものと仮定します。その理由については改めて説明したいと思います。また、ちょっと質の違う注意書きですけれども、DM の要素は有限とは限らないということに注意します。先ほどの自然数の例などがそうです。5.3.3に移ります。対応付けの話です。この構造 M における対応付け FM というのは一体どういうものかと言いますと、一回述語論理の構文に以下のような要素が現れるわけです。例えば、名前であるとか、N 項演算子であるとか、N 項述語であるとかといったものですけれども、これらが領域上で何を指しているのかということを指定するのが対応付けです。これは3つの写像の組み合わせだと考えます。1つ目のパートは、名前の集合から DM への写像。つまり、太郎とか花子とか名前があった場合に、こちらに存在物の集合があるわけです。いろいろあると思うんですけれども、それに対して太郎というのはこの人で、花子というのはこの人だ。というような写像というのは、実はいろいろあって、太郎がどの人であるかという解釈も、それによっていろいろ変わるわけなんですけれども、この写像を一つ決めることによって、名前が DM 上のどの存在物を指しているかということが指定できるわけです。それから、N 項演算子の集合から DMN 上への写像と。これは、例えば、何とかの父親であるとか、何とかの母親であるとか、これ1項の演算子の例ですけれども、これは、どういう関係であるかというのを
ある世界で指定してやる必要があるわけですけども、まあ、これを1項なので、まあ、DM から DM への写像の集合というようにしてやると、ここにはいろんな写像があって、この人がどこに行くとか、この人がどこに行くとか、まあそんなような写像が他にもたくさんあるわけなんですけれども、そのうちのこの父親というのがこの写像を指していて、母親というのはこの写像を指していると。いったような関係で指定してあげると、で、これを N 項まで続けていくとすると、そう、例えば N 項の演算子に対して、項が N 項続いた形式というのがあるわけですよね。これが意味論的にどうなるかというときに、これは演算子なので、最終的に DM の要素になっていると嬉しいわけなんですけれども、各項というのが、まあ、DM の要素である。で、各項がすべて、まあ、解釈すればですけれども、DM の要素になっていると、この N 項組というのは DM の N 乗という直積の要素なわけですよね。この演算子ですけれども、まあ、これが今述べたように、DM の N 乗から DM への写像の集合であるとするならば、これとこれを合わせると DM の要素になるということが、まあ、保証されるわけです。であるので、まあ、この N 項演算子を DM の N 乗から DM への写像というものに対応づけることによって、常に1項演算子に引数を N 項適用したものというものが必ず DM の要素になるようにできているわけです。同じような議論で、こちらが N 項の述語であるとします。そして、こちらが DM の N 乗から DT への写像の集合というふうに考えます。そしてこの対応付けの3番目のパートというのは N 項述語の集合からこちらの集合への写像ということなんですけれども、まあ、これは N 項述語を、まあ、例えば似合ったとかを知らないとか、まあ、そういったこれ2項の述語の例ですけれども、それを、まあ、この集合上にいろいろな関係があるわけなんですが、そこに対応付けてあげるということをします。そうすると、先ほどの演算子の議論と似たような話になるわけなんですけれども、N 項述語というのは、例えばそれがシーターであるとして、その後ろに項が N 項並ぶわけです。これの解釈というのが、新規値になってくれると嬉しいわけなんですけれども、それは先ほどと全く同じ議論ですが、T1 から Tn というのは、まあ、それぞれ DM の要素で、これが N 項並ぶわけですから、DM の N 乗の要素になっていて、ここでそのシータ、N 項述語がですね、これが DM の N 乗から DT への写像になっているのであれば、これを合わせると、まあ、必ず DT に対応付けられるように保証されているというような仕組みになっています。そのようなこの3つの写像、これをまあ合わせて FM というわけです。一回述語論理の基本述語を構成する要素のうち、変更をどのように解釈するか、そのために割り当てというものが存在します。これは i イコール m、g と述べたうちのこの g の部分ですね。これが変更の集合から DM への写像ということになっています。まあ、つまり変更の集まり、まあ、x、y、z、まあ、他にもいろいろあるとして、この要素をDM の要素がいろいろあるわけですけれども、まあ、そのいずれかとして解釈するというようなことになっています。まあ、したがって、具材が変更であれば、ジグ材のような形式というのは DM の源になることが保証されます。ここからさらに発展して、名前が FM で DM の要素と対応付けられ、具材も G で DM の要素と対応付けられ、そして N 項演算子というのが DM の N 乗からDM の要素であることが保証されているのであれば、項というのは必ず DM の要素になるということもここまで来ると保証されます。解説 5.44 を見てみます。DM は空ではないという仮定を置いたんですけれども、その理由について少し述べます。対応付け FM とこの割り当て G というのは、今議論したように DM を地域として持つ写像だということがわかるかと思います。したがって、もし DM が空集合であった場合、名前の集合および変更の集合というのも空集合でなければならないということが導かれます。練習問題 1.73 というのは、まあ、この問題を考えるために
あったので、まあ、ちょっと復習してみてもらえたらと思うんですけども、もし DM が空であれば、名前変更の集合というのは空でなければならない。つまり、記号の中で使用できる名前、および使用できる変更は共に0個でなければならない。という結論になります。さて、5.3.5 節解釈では、今まで述べてきたことをもう少し形式的に述べ直します。一回述語論理の解釈はパラメータ i を持っているんですけれども、まあ、それが m と g というものから成り立つということはすでにお話ししました。m のことは構造、g のことは割り当てと呼ぶわけです。そして、これらをパラメータとしたときの項、タウの m、g の元での値を、まあ、こういうふうに書きます。また、論理式 φ の m、g の元での値というのも、このように同じ記号を使って書きます。定義を見てみたいと思います。まず、ここについての定義は 5.45 にあります。MG を任意の解釈、α を名前、具材を変更、そして、タウ1からタウ N は項で、オミクロンは N 項演算子であるというようにしますと、まず、名前については、MG とパラメータが与えられているわけですけれども、その M に対応する対応付け FM というのに渡してあげます。そうすると DM の要素になっているはずです。それから変更具材に関しては割り当て G に渡してあげます。で、そうするとそれはやはりそのまま DM の要素になっているはずです。N 項演算子オミクロンに関しても対応付けに渡してあげます。そうすると、まあ、これは前にも述べたように DM の N 乗から DM への写像の集合の要素になっており、そして演算子に項の N 項組が渡されたときというのは、この演算子の解釈、まあ、写像ですけれども、それに項のそれぞれの解釈からなる DM の N 項組ですね。それを渡してあげればいいというのは前項で述べた通りです。この定義 5.45 の規則によって与えられるこの項の MG の元での値というのを別名指示対象と呼ぶこともあります。英語ではディノテーションと。いうふうに呼びます。そして、項の解釈の定義が済むと、論理式の解釈というのも可能になります。定義 5.46 に書いてあります。MG は任意の解釈で、θ は N 項述語、タウ1からタウ N は N 項の項で、ρ は N 項の心理関数、そして φ1 から φn は論理式であると仮定をします。そうすると、まず N 項述語、θ の意味論的な値というのは対応付け FM に渡してあげます。そうすると、まあ、これは DM の N 乗から DT への写像の集合の要素ということになっているはずです。そして、基本述語に関しては、このような θ の後に N 個の項が並ぶわけですけれども、演算子の場合とほぼ同様に、基本述語の値というのを求めて、これは写像ですが、それに項の N 個組の解釈を渡すと。というようなことをすれば、先ほど書き忘れましたが、まあ、この演算子は DM に収まることが保証されているわけですけれども、こちらはまあ DT の要素に収まることが保証されます。そして、N 項の心理関数 ρ に対して、論理式が N 項を後続する形式。これは命題論理の時と全く同じ定義を使うことができます。心理関数の解釈をして、で、これが写像になっているわけですから、その後に、論理式が並びます。そうすると、まあ、これは DT に収まるように設計されているということです。これで、一回述語論理に関しても、心理関数と両箇所を残して解釈可能になったという段階です。そして、そのうち心理関数に関してですけれども、これは実は命題論理の時と全く同じ定義を使い回します。それによって、命題論理の時の意味論に関する知見というのが、ほぼそのまま一回述語論理に持ち越されるということになります。そのご利益というのは、具体的には例えば、一回命題論理の更新式というものが、命題記号と基本述語の差はあるんですけれども、そのまま一回述語論理においても更新式になるとか、命題論理における妥当な推論というのが、そのまま一回述語論理における妥当な推論になるといったメリットがあります。あとは、改めて覚える必要がないというメリットもあるわけなんですけれども、例えば、定義 5.47 は、心理関数ですけれども、true, false のような、まあ、ゼロ項述語は、命題論理の時と同様に定義しまして、
否定のような一項心理関数に関しても命題論理の時と同じような写像を対応付けます。二項の心理関数についても同様です。かつ、またはならば、そしてどっちといったものが、まあ、それぞれ命題論理の時と同じく DT の N 乗から、まあ、DT への写像の要素として定義されていることがわかるかと思います。さて、練習問題を一つ出しておきます。 N 項述語、これは一回述語論理で初登場なわけですけれども、 N 項述語は果たして各 N について何種類あり得るだろうかということを考えてみてもらえたらと思います。これは DM の要素数で表すことができる数です。量化論理式の解釈の話をする上で一つ準備が必要です。変異という概念があります。英語でバリアントと言いますけれども、この割り当て G の具材変異というのは一体何であるかというと、直感的には G と同じような意味で割り当てなんですけれども、まあ、つまり変更から DM への写像なんですけれども、ただし具材以外の変更については G と全く同じ要素を割り当てる、そういう割り当てのことを言います。正式には定義 5.49 を見てみます。G が割り当てであるとします。そして G の具材変異というのは、もし具材とゼータが異なる変更であるならば、 G' というのはゼータを G と同じところに対応させる、そういうような割り当て G' のことを G の具材変異というふうに言うわけです。この後半部はちょっと別のことが書いているんですけれども、記法についてです。割り当て G の具材変異というのがいろいろあるとします。そのような G' のうち、G' 具材が A になるもの。つまり G' っていうのは、具材以外に関しては G と同じところに送るわけなんですけれども、具材に関しては DM の、どの要素に送るかということによって、その数だけ G の具材変異というのはバリエーションがあるわけなんですけれども、そのうち具材を A に飛ばしているものですね。この A というのは DM の要素なんですけれども、そのような G の具材変異の中の一つをこのような記号で記すことにします。解説 5.50 です。G が割り当て G の具材変異、その一つであるというとき、必ずしもその具材を G とは別のものに飛ばさなければならないということではないことに注意します。ここでのポイントは、G 自身が G の具材変異なんだということと、それは具材が何であってもそうだという、この二つのことです。なぜかというと、定義 5.49 で、具材と異なる変更に関しては、G' と G は同じものに割り当てると言っているだけで、G' が具材をどこに送るのかということに関しては、5.49 には指定がないからです。したがって、たまたま同じであった場合、G と G' は全く同じ写像ということになりますが、その場合は排除されていませんので、任意の割り当ては、任意の変更具材について、自分自身の具材変異であると言えることにちょっと注意する必要があります。さて、ここまで来るとようやく量化論理式の解釈ということを定義することができるようになります。定義 5.51 を見てみます。 MG は任意の解釈であり、具材は変更で、ファイは論理式とします。そうすると、量化論理式には2パターンあるわけなんですけれども、この全焼量化の具材シータというものと存在量化の具材シータというものですけども、それぞれこの MG の元での値が1になる条件というのが書かれています。こちらも書かれています。まず、この全焼の具材のシータというのは、これの定義というのは、すべての A、これは DM の要素を考えるわけですけども、そのような A について、このファイの M と G の具材変異のうち、具材を A に対応づけるものですね。それのもとでファイを解釈した値が1になるというのが条件になります。そして存在量化に関しては、同じような式がここに出てくるわけなんですけれども、ファイの M と G の具材変異のうちの一つで、具材を A に対応づけるような写像というような割り当てなんですけれども、そのもとでファイが1になるというようなDM の要素 A が一つでも存在するというのが、この一回述語論理における、この量化論理式の解釈ということになります。
ここは一回術後論理の意味論の中で最もハードルの高いところになっていますので、これ以降例を通していろいろ解説していきたいと思います。